皆さんこんにちは、堀田光也でございます。2021年志摩のオンラインフィッシングショー、ネスタのですね、新製品ありますんでぜひねご覧ください。それではですね、まず紹介するのがこちらの、ネッサスピンブリーズ 140S フラッシュブースト。フラッシュブースト入れました。全身がですね、これね 140mm あります。そして 32g シンキングですね。平均の飛距離が 71.3m、 めちゃめちゃ飛びます。10色の、ね、カラー展開で、フックがですね4番が3個、そしてリングがねこれもですね4番になります。このねスピンブリーズ、実はですねこれ 140S ということで、130S もあるんですよね。で何が違うかというと、フラッシュブーストが入りました。これキラキラですよね。もう皆さんねご存知だと思いますけども、止めていてもですねこの中のキラキラがね周りにアピールしてくれます。例えばこれシンキングなんで、スピンブリーズだとキャストして最初のファーストフォール、この時ですね、まあほとんどこう水平に落ちていくんですけども、キラキラとですね光り輝いて周りにですねアピールしてくれます。そして例えばこれね巻いてきて止めてストップしてまた落とす時、やっぱりねキラ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 してですね周りにですねこの存在感をアピールしてくれます。そんなですね、このフラッシュブーストが入っております。そしてねこのスピンブリーズっていうのは、このねリップに相当する部分がですねこれ短いです。でしかもねこれリップレス形状なので、これ巻いた時ですねボトムをね擦りづらい。どうしてもですねこのリップが出てるやつというのは引っ張るとこうね前傾姿勢でボトムをね叩くような感じになるんですけども、これは面白いです。こうそのままですね水平に落ちて海底をですね這うように大きくですねミノーの動きで動いてきてくれますので、これ底取りからのですねそこギリギリのリトリーブがすごいしやすい、ルアーになってますので、これぜひ試してみてください。特にですねこのリップ形状がですねこの出っ張りが少ないので、遠浅サーフのですねまあ水深がどうでしょうね、1メーター切るようなシャローですね、そんなところを引っ張ってくるね、こうボトムに当てずに引っ張ってくるのが得意なのが、スピンブリーズになります。これですね、なんでねこのスピンブリーズをね作ってもらったかというと、例えばね浅いところを引っ張るのにはシンキングペンシルって僕使うと思うんですけども、シンキングペンシルはまず、まあ、浅いところはね引っ張ってこれるんですけども、巻いてくると浮いてしまいますよね。でミノーってのは今度逆に巻いてくるとこうね潜っていってしまいますよね。ということはちょうどいいところを引っ張れない、引っ張りづらいですよね。できれば底ギリギリを、浅いところの底ギリギリをミノーの大きな動きで這うようにまあトレースできたら、それがやっぱ一番いいわけなんですけども、そういったですね、まあ、複合した、身辺のいいところ、ミノーのいいところですね、2つ合わせたのがこちらのスピンブリーズになります。次がですね、ネッサメタルドライブの SR28g ですね、こちらになります。このね、ワームの部分は 3.2 インチ、そして色はね、10色あります。5番のね、フックに3番のリングがついております。32g と 38g にね加えてこのね 28g が登場しました。このね、SR ということでシャローランナーですよね、軽くしてあります。 28g で軽いということと、このですねボディの中にウエイトを仕込んでありますので浮き上がりがですねやっぱりいいです。なので、水深 1m 以下のシャラをですねゆっくりと引っ張って、トレースするときですね、このメタルドライブの SR28g は活躍してくれます。もちろんですねこのサイズ感若干ねちっちゃなサイズになってますので、ベイトに近いサイズです。ベイトが見えるときですね、イワシが見える、オノシロが見える、あとはサッパが見える、ヒラミが見えるときですね、そんなときはですねぜひこのサイズ感に合わせて使ってみてください。ネッサメタルドライブ SR なんですけども、これねメタルドライブって面白いルアーなんです。これワームなんですよね。下がですね、まあ、鉛とプラスチックでできたボディなんですけども、よく飛ぶんですよ。飛ぶときですね、こっちがね、後ろが重心になって、この状態ですね、このワームがですね、倒れて、こちらのバタッと倒れた状態でビューン飛んできます。抵抗がないのでよく飛びます。そしてですね、着水すると、水圧でこちらがね、戻って、このままね、海底に向かいます。で、引っ張ると、このワームが水圧を受けてこの状態になって、まあ、お尻をね振りながら、そしてこのワームがねゆらゆら揺れながら
動いてくれるという、まあ、こんなルアーになってますね。まだまだあります。こちらがですね、ネッサのネッサアサシン 140S ARC です。これね、ものはサイレントアサシンの 140S ARC と同じものです。140mm で 30g、 シンキングで4番フックが3本ついています。ちなみにですね、このネッサアサシンはシンキングだけです。フローティングはございません。7色あります。やっぱりですね、このサイレントアサシンってすごいね、やっぱよくできたミノで、サーフでもね、使う方非常に多いです。ただやっぱりね、ヒラメを狙うとかってなると、ピンク色であったりとかですね、このゴールド、こんなね、強いね、アピールのね、強いね、カラーが必要になってきます。ということでですね、今回、ネッサにネッサアサシンということで7色追加になりました。ネッサはですね、まあ、最近ね、浜の釣りはヒラメだけじゃなくって青物なんかもね、非常に盛り上がっております。そこでですね、ネッサのこのね、ウィングビーム802イワシエディションということでですね、まあ5色追加になりました。全部イワシのカラーです。そもそもですね、このウィングビームはですね、80ミリで 35g ヘビーシンキングの、これシンキングペンシルのね、強く動くバージョンになっております。で、4番フックがね、2つついております。このね、ウィング出っ張ってるでしょ。これがですね、動きをね、すごい増幅してくれるんですよ。引っ張ると分かるんですけども、シンキングペンシルとミノーとね、ちょうどね、中間的なね、大きな動き、こんなバタ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 する動きで、青物を誘ってくれます。特にですね、僕ら釣りをしている中でヒラメも釣れるんですけども、ブリサイズ、ワラササイズですね、そういったものが、ね、非常に効くのがね、分かりました。なので今回ね、イワシエディションということで5色用意しました。よろしくお願いします。そしてですね、ネッサのプラグに新色が追加になりました。特にですね、この強輪カラーですね、ナチュラルなちょっとね、小さめのパターンの強輪、そして大きなですね、強い輝きをね、発揮する強輪、この2つがね、追加になっております。そしてこのね、この白カラー、やっぱりね、この白がベイトになっている時は効きますよね。そして安定と実績のレッドヘッドで、今回はこれね、軽ムラですね、フル軽ムラになっているので、薄明るい時、薄暗い時ですよね、マズメなんかですね、これボワーっと光るので、そんなね、時に使えるようなカラーになっております。そしてヒラメといったら、大好きな大好きなピンク、そしてこの強烈な赤金ですね。でしかもこの下にね、グローが入っているので、ちょっとね、暗い時アピール欲しいなって時はこのカラー、こんなね、カラーが追加になっております。このですね、強いね、アピールをするこの大きなパターンの強輪なんですけども、僕ね、やっぱりサーフをね、やってる中でアピール力ってこれすごい大事だなっていつも思ってるんですよ。あの広いサーフの中でね、魚にこのルアーを発見してもらうためには、ある程度ね、このホログラムをピカピカとキラキラと大きなね、アピールをしてほしいということで、この強い強輪、お願いしてですね、作っていただきました。新色が追加になった、ネッサの、ルアーたちです。まずはネッサのヒラメミノー3、ネッサメタルドライブの 32g、ネッサスピンブリーズ 130S、ネッサシースパローロングの 130HS、ネッサシースパロー 95S、あとはネッサのシースパローの 105 の HS ですね。そして、ネッサウィングビーム 80HS、ネッサスピンドリフトノースプレミアムの 90HS になります。